堺市立堺高等学校は大阪府堺市堺区に所在する市立の高等学校。全日制と定時制を併設する。従来の堺市立の高等学校4校を統合し、全進校4校の教育実践を継承して、全日制課程、定時制課程を併設する高等学校として2008年度に新設された。学校敷地は、 従来の堺市立工業高等学校、堺市立第二工業高等学校のものを継承して使用する。全日制では、工業系、学科に学科、機械材料創造科、建築インテリア創造科と商業系学科、マネジメント創造科、理数系学科、サイエンス創造科の計4学科が設置され、それぞれ工業、商業、理数に関する専門科目を学習する。 定時制では、機械自動車創造科、建築創造科とマネジメント創造科の計3学科が設置される。定時制では、生徒の希望により、3年で卒業できるコースと4年で卒業できるコースを選択することが可能となっている。また定時制の機械自動車創造科、建築創造科の2学科については、受験時には総合募集となり、入学後に希望により専攻学科を選択する。 公明の堺は前進行が卒業生を送り出して並行した後は堺市立として唯一の高等学校となることから地域を包括的に示す名称でかつ地域の姿を強くイメージできるという観点から採用された。なお、1978年12月まで同盟の高等学校が存在したが、その高等学校は 現在の大阪府立堺西高等学校であり、東校との学校遠学史上の直接のつながりはない。2015年から2019年にかけて産業廃棄物として破棄されるはずの給食の残飯を自宅に持ち帰って食べ食品ロス及びゴミ減量に貢献した教員が処分を受け退職に追い込まれた。ありがとうございます。